い、本日はですね、嫁と一緒に初ツーリングしてみたということでね、今現在バイク屋に来ております。そしてバイク屋に来てですね、嫁は今契約というか、また購入してるわけじゃございませんけども、レンタルでね、一回ちょっと乗ってみようということで、あちらにあるね、レブルを乗るらしいです。ちょっと見に行きましょう。本日ね、こちらのレブル250をね、乗るようです。免許をしっかり取っておりましてね。で、真ん中スピードメーターですね、うん、はい、でボタンを押していただくと、まで、間違えちゃうさ、足。でもまあ見た目的には似合ってるで。あ、本当？おう。うん。震える。心臓バクバク。信号変わってくれないしたら。うん、全然そうする。よっしゃ。後ろまだ来てるから気ぃつけや。あ、本当だ、来てるね。え、これもうスイッチ入ってるよね。スイッチって何？クラッチ？うん、電源。一回アクセル回してみたら。何も言わんわ。あ、ついたついた。今ついたわ。いいよ、自分のタイミングで。はい。ありがとうございます、ほんまに。ありがとうございます。ちょっと一回試してみるわ、いろいろ。クラッチ、ギリギリいけるとこまで離しや。あ、いった。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。当ててこへんの？うん、うん。あ、そうなんや。今2です、多分。え、バック前行って。はいはいはい。の方がいいよね。まあそっちの方が道わかるよね。そうだね。どう、初行動は。ウィンカーとか言って。あ、はい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 。やばい、めっちゃ。え、これ今2速でいいの？3やろ。そんな教習所ちゃうねんから、ここもう一般道やねんから。で、ウィンカー出して入る。全然後ろ誰もおらんで。ちょっと待って、出かないで。ウィンカー消す。消しました。え、3今3。おっそ、25キロでさ。おいおいおい、目的地30分後やのにこんなもん2時間ぐらいかかるぞ。つかんぞこれじゃ。まあ確かに教習所やったら30はあれやもんな。でな、多分最初は後ろからな、うん、結構煽られたりするけどな、うん、まあその時はさ、うん、まあ初心者やねんなと思うから抜かしていくから。ここ3車線2車線あるから。オッケー、今ちょっと演奏しそうだったわ。大丈夫？うん。どう、レブル？ちょっと一緒、わからん。わからんな。なんかいい匂いはするのはわかる。外から。ああ。お腹すいた。まさか川崎の人知っとってんな、YouTube。もうね、びっくりだね。YouTuber ですよね。2速？ 3 速？そんなもん4でも5でもいいぐらいは、この一般道は。3にしてます。あー、抜かしたくないと怖いよ。そんなやめてくださいよ。怖いです、そんな。まあまあ、せめて40ぐらいは出そうよ。分かった。今日はな。はい。じゃないと逆に迷惑やから、道路で。そうだね。うん。え、これこんな教習所でもこのスピード出したことないよ。いや、そりゃそうやろ。いけとる？あ、いけてるいけてる。あ、いけてるやん。40出てるやん。出てるよ。うん、めっちゃ寒いね。寒いよ。スピード出ると寒いな。うん、足めっちゃ冷えるんだけど、足震えるんだけど、いろんな意味で。あ、ガクブル？うん。ここのゴンタっていうラーメン屋さ、うん、先生と来てたわ。あー、出たね。うん、俺豚骨ラーメンやねんけどさ、うん、あんま細麺好きじゃないからさ、うん、細麺好きな人だったらめっちゃうまいって言ったみんな。へえ。映像撮れてるかな、それが気になるな。まだ比較的な走りやすいと思うよ、うん、ここ外間は、うん、そうだね、道広いもんね。うん。で、そんなになんか歩行者いっぱい出てくるわけじゃないしさ、チャリンコも出てくるわけじゃないし。確かに安心して走れるよね、ここやったら。うん。タック今何速ですか？俺今4、3、2、ニュートラル。あと2キロぐらい先を左。怖っ。ゆっくり行こうぜ。うん、行こうぜとか言って。だいぶゆっくり行ってるよ、ずっと。そうだよね。おう、なんかもう分からん、自分がこの感覚が遅いのか早いのか。ああ、だいぶ遅いよ。あ、だいぶ遅いんだ。あ、めっちゃいいね、それハンバーガーの匂いする、ハンバーガーの。ああ、ちょっと待ってね。ウインカーをやめて、今何速
いい感じ。いや、カーブが怖いわ。ああ。あ、靴ひも？ありがとう、救世主。あ、違う違う、カメラ見に来た。あ、なんだよ。靴ひももじゃついでにお願いしていいですか。はいはい。すいません。いい感じ。まあ、田舎道を走るのもいいよね、こういう。確かに。ほら、見てみ。これ石川やな。石川？おう。大阪だよ。大阪やけどこんな田舎。大阪の野球あるある、少年野球あるある、うん、大体河川敷で野球しがち。帰ってきた、うん、ちょうどいいツーリングやん。ほんな、ね、今からカフェ行って休憩して、でガソリン入れて帰って、うん、ちょうどそれで4時間ぐらいやろかな。これ慣れてきたらさ、うん、対向車のバイクに向かってやえとかもできるやん。いや、しんわ。なんでされたらちょこって頭下げる、たぶん。恥ずかしいね。そんな余裕ないです。あ、そっか。これ何速か分かんないの不便だな。俺もずっと分からんよ。え、それないの？ないないない、不便やん。全然不便ちゃうよ。知らんでいいもん、そんなん。安心すんの？何速入ってるか。うん、知りたい。坂道発進やん。うわぁ、いけるかしら。おい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 、後ろ来ないでくれよ。似合ってるよ。ほんと？もうちょっとずつ行こうかな。うん、ちょっとずつ行っとき。あ、演奏した。 OK、 準備。なんとなく。どっち？右。ちょっと待ってよ。あ、なになになに、びっくりした。ちょっと待って待って、なんかちょっとブルーンってなった。大丈夫？うん、開けちゃった。ごめんなさい。ちょっと後ろの車に申し訳ないな。まあ勝手に抜いていくやろ。本当？抜いてください。あ、抜いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいませんね。せーの、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞどんどん抜かしてください。ありがとうございます。どんな気分？横に。いや、不思議な感じよね。乗りやすい？乗りやすい、めちゃくちゃ。ああ、よかったな。これは人気ですわ。女子な。うん。こういうな、信号のない道だといいかな。確かに。でも北海道はこんな感じだね、ずっと信号内に。へえ、最高じゃん。うん。なんかガス臭。燃やしてるな。うん。ガスってか灯油みたいな、冬の匂いがする。いい、あぶー、風強。あらま、田舎風景になりましたわ。羽曳野市に入りました。羽曳野市。あ、フリスビー持ってきた？持ってきてない。あれれれれれ、忘れた。忘れてた。あ、今止まるのすごい上手に止まれた。なんかブラックを基調にした感じでコーディネートしたって感じだな。あ、ほんと？何も考えてないですよ。綺麗にまとまってるよ。ほんと？ちょっと坂道発進だしな、ここ。いけるか？これ左？左だな。もう出しとこ。え、これめっちゃ結構な垂直カーブやん。垂直ってか、だからな、カーブってな、うん、ゆっくり曲がんねんで。そんな勢いつけて曲がらへんねんで。いや、そうだよ。でもタック速いからさ、ついていかなくったってこっちはギュッてたか。ごめんなさいね。あ、そっか。俺が速いんか。うん、ごめんごめん、ゆっくり行くわ。うん、ほんでなんかいつかなんかゆっくり行くと演奏したでまた怖いんだよね。ああ、なるほど。それもビビってる自分で。はい、ウィンカー戻す。はい、ギア上げて。はい、止まりそう。止まらないでね。止まらないでね。はい、もう一速上げると思ったら赤信号。はい、ゆっくり減速。はい。そうそう、標識でまだ入って間もない頃さ、それをさ、こと細かくさ、真横でさ、うん、
ピーカー使って言われるけどさ、こっちはもうさ、まっすぐ行くことに必死だからさ、なかなかうまいことできんかった。うん、手こんがらったよね。でもさ、アクセル回すだけでさ、どっか連れてってくれるってめっちゃ良くない？うん、もうだから車、うえトラックの風、だったらもう車でいいや。あ、そっか、うん、寝れるもんな。え、寝れるもんな。寝るし、寒くないし、暖かいし、歌えるし。あと2分です。はい。もうね、緊張しすぎてお腹空いてない。もう2時やん。ランチ終わっちゃうよ。ねえ。てかもう終わってんじゃない？もう終わっててもいいじゃん。まあ終わっててもいいんだけどさ、もう眠たいよね。眠たい？疲れたんか。あからん。まだ1時間しか乗ってない。もうちょっとしたら左曲がります。はい、もうゴールです。あ、本当？ここです。お店が？うん、あそこの一休っていうな、うん、あの喫茶店。あ、よく行っとってん。あ、そうなんだ。鬼疲れた。これ550円って安ない？これ550円って安ない？そう。ということでですね、はい、動画終わりにしたいなと思うんですけども、嫁蔵さんどうでしたか？バイクレンタルしてみて初行動。楽しかったです。楽しかったですよ。あ、楽しかった。はい、あ、よかったね。まあ、今回1時間2時間のドライブやったけどさ、はい、次回はもうちょっと半日くらい回れるようになったらいいな。そうですね、田舎道とか走って。はい、まずタックのバイクで練習しちゃおうかな。あ、そうやね、ちょっと練習して。まあ免許はあるからね、どんどん行動も走っていけるから。まあ、こんなん爆発やから。爆発？爆発、乗れば乗るだけ学ぶから。あ、爆発な。うん、爆発って聞こえて。だからまた乗りましょう。はい、では今日は夫婦で一緒にツーリングしてみたという動画になってます。はい、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ペコリー。